リフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。なんやのくん、あ、そう、ななちゃんのロンティー、これななちゃんのロンティー着てましたけど、こんばんは。寒いですね。今日はなんかあれだね、変な天気だった。なんか雨みたいな降ったり、急に晴れたり。ギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、今日めっちゃ寒かったよね。私もね、やばかった、寒すぎて。こんばんは。風もすごかったね。寒かったよね。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。クジプラのグッズ届いた。あー、ありがとうございます。そう、生誕くじが徐々に届き始めているみたいで、ありがとう。たくさんたくさんくじ回してくださってありがとうございます。リフトありがとう。なんかめっちゃさ、カメラがさ曇ってる感じするんだけど、そうでもないか。こんばんは。寒いですね。チェキ欲しかったチェキね。チェキもね、今回は一人3枚とかかな、3枚ずつ私が厳選して選びました。こんばんは。サイン会の決済完了した。わ、ありがとうございます。そう、早めにお願いします。ぜひ応募してくださった方は忘れないように、今のうちにね、お願いします。こんばんは。あとね、今日からなんだっけ、あ、ハローミュージックフェスティバルだっけね、サンリオさんとのイベントの応募も始まりました。出演するよ、今年も。去年に引き続き出ます。嬉しい。今年もグッズは出るのか出ないのか楽しみですね。申し込んで、ありがとう。そう、今日から応募開始したので、イベントぜひぜひお待ちしてます。
ギフトありがとう。こんばんは。どのキャラクターが好き？キティちゃん。キティちゃんが好きです。キティちゃんが好き。こんばんは。でもサンリオキャラクターはもう何でも可愛いよね。何でも可愛いと思います。でも去年あ、なんだっけ、去年も出演した時になんかキャラクターとのコラボアクスタみたいなのがあったんだけど、そう、まだ開けてない、袋に入ったままです。キティちゃんのポップコーン食べてた。私ポップコーン苦手なんだよね、食べれないの。ポップコーンね、映画館とかさ行くといいなと思うけどね。そう、あんまり好きじゃないんだよな。今年も出てほしいが、去年なんだね、去年はね、そう、去年何人いたっけ、結構いたよね。去年だって片思いフォーエバーメンバーだったからさ、十何人かいてのランダムだから。チュロスは、チュロスもあんま食べないですね。私なんか暗闇でご飯食べるの向いてないのかさ、なんかポロポロこぼしちゃうから飲み物だけですいつも。こんばんは。飲み物だけを持って映画館行きます、いつも入りますね。そう、でもこの間ママとレイトショーに行ったんだけど、あれが美味しかった。ポップコーン食べたよ。でもその時、あ、なんだっけ、何味だっけ、なんかね、定番じゃないやつだったんだけど美味しかったです。味によるかもしれん、もしかしたら。ポップコーンは、こんばんは、なんだっけな、味がどう忘れ、キャラメルじゃなくてなんだっけな、忘れた。こんばんは。なんだっけ、あー、あれだ、バター醤油のやつ食べた。そう、めっちゃ美味しかったです。それは食べました。美味しかった、そのポップコーン。こんばんは。でもチュロスも好きなんだけど、なんか暗いとこで食べれんから、テーマパークとか行ったら食べるけど、なんかいちご味とかだと食べれんな。いちご味が苦手だから。いちごは好きなんだけどね、いちご味が苦手だから、いちご味とかじゃなければ食べるかな。なんか普通のやつなら好きです。普通ね、普通とかよくわかんないけど、好きです。だからテーマパークとか行ってもさ、なんかデザート系あんま食べないんだよね。ポップコーンもさ、
苦手だから食べなくて、でチュロスは食べたけど、だからねあんまり食べ、いちごソースのスイーツとかもダメですか？うん、あんま好きじゃない。でもいちごジャムは好き。いちごソース、そうだね、いちごのアイスとかはあんまりだな。いちご味のクッキーとかもう、うんって感じだけど、いちご味のチョコレートは好きです。ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。イロハスとか、あーそういうことね。飲み物、そうね、ダメですね。あの桃とかならいけるな。いちご、いちごっていうのがダメかもあんまり。けど今あれにハマってます、ミンティアのいちご。ミンティアのいちごにハマってる。なんかさ、成人式のさ日にさ、めっちゃいい匂いすると思って、なんか石尾さんがいちご味のミンティアを持ってて、そう、それをなんか食べてたんですよ。ですごいいい匂いだなと思ってたので、その日乗った帰りにね、乗ったタクシーがめっちゃいい匂いで、すっごいいい匂いするみたいな、めっちゃなんか独り言基準で言ってたのね。結構大きめの多分独り言、めっちゃいい匂いするなって思いながらおしゃべりしてて、メンバーとタクシーの中で。そうで、なんかタクシーの運転手さんが急になんか、もしかしたらこの匂いかもしれないですって言って、なんかいちご味のミンティアが出てきて、もしよかったらどうぞって言ってくださって、ミンティア3粒くらいくれました。そう、それでめっちゃ美味しくて、それがだからね、買ったすぐにコンビニで。そう、本当にね、なんか美味しいし、めっちゃいい匂いするんだよね。それはいけます。だからいちご味のミンティアはいける。こんばんは。そう、今の多分今期間限定っぽいんですよ。でもそれがだから、そう、ちょっとね、まあでも食べ過ぎ前だからちょっとあれなんで、食べ過ぎない程度に食べようと思って。こんばんは。食べてみたくなった。なんかね、ハイチュウのいちご味の味がします。ハイチュウのいちご味の匂いがする。わかりやすく言うとその味のミンティアって感じです。まあいちご味ってどれも一緒の味してるかわかんないけど。こんばんは。わあ、もうテロップが出てる。早っ。こんばんは。今アフタヌーンティーとか、まあ、いちごとかとコラボしてるから。あ、じゃあ今そういう時期かな、やっぱいちご。いちごって今が旬？でもなんか春とかなんかその辺のイメージだから、確かに今なのかな。いちご狩り行きたいな。こんばんは。いちご狩り行きたい。いちご狩り。いちご狩りでもいいけど、ぶどうでもいいな。ぶどう大好き。こんばんは。い
ちご狩りも何年も行ってないかも。行きたい、いちご狩り食べたい。もうビニールハウスにあるいちごたち全部食べる勢いで食べたいかも。さくらんぼもめちゃくちゃいい。あ、さくらんぼめっちゃ好きなんだよね。さくらんぼ食べたい。さくらんぼ大好き。さくらんぼ狩りもあるのか、かわいいな。さくらんぼかめっちゃいいやん。いいね、いちご狩りいいね。成人式終わったから髪を切るの、切らないです。すごいな。リビングからめっちゃ怖い。たぶん今映画見てんだよね、ママがそう、映画見てるから盛り上がってるわ今。こんばんは。シャインマスカット、わー、あいつ大好き。マスカットめっちゃ好き。フルーツさあ食べれるのもあるけど食べれないのもあるって感じだけど、食べたい。フルーツ なんかレンタルしたって言ってました、映画盛り上がってます今。盛り上がってますね、映画見てます。私もねチラッと聞きながらツムツムしてました。こんばんは。ギフトもありがとう。こんばんは。何の映画だったかな、なんだっけ、あのね、医療系のやつです。ど忘れです、タイトル。こんばんは。私はでも見たことなかったから声だけ聞いてた声だけ聞いてました。こんばんは。こんばんは。絶対音大きいんだよな、めっちゃ音聞こえてくる絶対音大きい、すごい。こちら側にめっちゃ聞こえてくるわ、映画の音が。配信では聞こえなそうだけど私の耳には届いてるな、すごい。こんばんは。
こんばんは。ゆずちゃんで TikTok とか見る？え、見ます見ます。完全に見るユーザーだわ TikTok。 最近はね、なんか編み物にいいなと思ってて、だからそればっか流れてくるようになっちゃったっていうのを話してたら、なんかマリンも編み物になんかちょっとやってみたいみたいなのを言ってて、それ結構なんか簡単って聞いたからやってみたいなと思うんだけど、そう、まだ何も買ってない感じ。私なんかミシンとか、まあ編み物はミシンとか使わないけど、なんか裁縫とか苦手なんですよ。そうだからできるかなって感じだけど、そうなんかめっちゃ可愛いんだよね。編み物やってみたくて、今ちょっとね始めてみようかなっていう気持ちでいる。こんばんは。そう、 TikTok ってさ、なんかさ、例えば私なんか編み物ばっか見てるとそういうのがずっと流れてきちゃうアプリだから、そうダメですね。ずっと見る羽目になっちゃう。ギフトありがとう。そう、なんかポーチを作りたくて、巾着みたいなっていうのね、ちょっと気になってます。でもどちらかというと手先がね不器用な方なので、そうできるかしらって感じだけど。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。何でもいい感じでこなせそう。いや、そうでもないな、多分多分だけど、そうでもなさそう。分からん。不器用なことは多分不器用だよね。どうなんだろう。でも、分からんな。むずいですね。あとなんか MBTI とかが流れてきます、 TikTok。 MBTI あるあるみたいなのとか、そう、そればっかり最近の私の TikTok。 かにちぷか、もうそのどれかかな。集中力はすごい、確かに集中するときはすっごいできるけど、そこにまでに行くのに時間かかります確かに集中することは嫌いじゃないし、むしろすごくなんかやる気がみなぎってる時はさ、すごいできるんだけど、そこまでに行くのに2時間くらいかかるね。それがダメなとこなんだけどね。そう、動き出すのにね時間かかるタイプなのでダメです。こんばんは。
器用でコツコツ作業も得意そう。いやでもね、なんかセルフネイルとかだったら多分無理な気がしますね。なんかセルフでネイルとかさ、たまにね TikTok で見たりとかインスタで見たりとかするけど、そっち系は絶対に無理です。多分もうすごい時間かかると思うから無理だな。そういうのは向いてないですね、セルフネイル。もうめっちゃ伸びたよ爪、ほら、わかんないけど伸びてる。次はどんなのにしようかな。セルフネイルってどんな、どれぐらい時間かかる？分からん。でもネイリストさんでさ、プロで2時間ぐらいかかりますよ。だってって考えたらその倍以上はかかるんじゃない？分かんないけど、手切れだね。よく褒められます。ネイルにラッキーカラーとか入れるもんなの？私ラッキーカラー知らないんだよね。調べれるの？ラッキーカラーって占いとか。私最近めっちゃ行きたくてさ、占い行きたいなと思って。なんか今後のなんか運勢とかもだけど、なんかラッキーカラーとかラッキー丸々が知りたい。なんかあなたは今後こうなりますとか言われるとさ、なんかそれに怯えながら生活するとかもなんかあんまり嫌だしさ、なんかそれ気にして生活するのもあんまりね、なんかいい影響はなさそうだから、まあマイナスなことだと特にね。そうだから、なんかいいことだけを言ってくれる占いとかならまあ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 って感じだけどそう、ラッキーカラーとかラッキーナンバーとか、なんかそっち系はなんか知っておきたいなとは思うけど、そんな一生それなのかな。でも嫌じゃない？なんか向いてる職業でアイドルは向いてませんとか言われてもさ、もう8年目なんだけどみたいななっちゃうやん。そう、まあさすがになんか逆にもうぴったりですみたいな人もわかんないけどね。リフトありがとう。そうだから占いに今年は行きたいなって思ってますね。こんばんは。寒っ。なんかもうホットレモンなのに全然ホットじゃない。もうめっちゃ冷たい。そう、寒くて買いましたけどすぐ冷たくなっちゃった。大好きゆずこの飲み物よく買います。そう、もう今日寒すぎてさ、困る困る。こんばんは。
やでも今年は本当に私は世界を楽しむって言ったからにはいろいろなんか自分のちょっとしたあれやりたいなとかあれ気になるなっていうものはどんどん消化していきたいですね。やっぱ引きこもってたので今まで引きこもって生活してたのでちょっと頑張って行動してみようかなって感じ。もうお休みの日は家にいたいみたいななんかそういう考えをまずはちょっと変えていきたいところですけど変えていきたいところですけど、ギフトありがとうございます。ありがとう。今一番やりたいのは、まあ、成人式も終わったし冬だからピアスを開けに行きたいのと、あとはどうしよう、いろんなドラマを見たい、映画とかかな。あとちょっと遠くなるけどサモエドカフェっていう、サモエドっていう犬種の犬がいるカフェに行きたいです。サモエドカフェかな今んとこ場所がバラバラすぎ。こんばんはやっぱ先の予定が分かんないから、そうすぐにパッと行けるようなとこに行きたいなって思うけど、一人で行くのもあれなんでそこがちょっと難しいんだよね。サモエド好きなの？めっちゃ可愛くない？サモエド。私でも犬基本好きだからさ、犬大好きだから犬に会いたい犬に会いたい。サモエドめっちゃ可愛くない？めっちゃモフモフやん、あんなの絶対可愛い。そうだから今はサモエドカフェに行きたいですね、はい、でも猫も好きだけど犬の方が来てくれそうじゃない？だから犬の方が好き。でも猫も好きです。猫もなんか将来飼ってみたいなって思う。めっちゃ可愛い。性格が可愛いのは猫じゃないけど、見た目が好きなのは犬なんだよね。もうそんなむずくない犬みたいな性格の猫なんておらんやろ多分。私猫みたいな見た目の犬もいなさそうだしね。そうだから犬顔の性格猫ちょっと難しすぎますね。まあどっちも欲張ってはいけません。だから猫も会いたいし犬も会いたいです喉大丈夫？大丈夫です。そう、たまに調子悪くなるんだよね。なんかね、冬コンあたりからそう、なんかおかしいんです。なんかね、うんうんって感じだけど、うん、でも今はね、全然ぐっちょ。こんばんは。
猫いいよね。猫はね、本当にもう家にいたことがないので、猫飼いたいんです。こんばんは。あとね、あれが可愛かったです。フェレットだっけな、フェレットだな、フェレット、これね、めっちゃ可愛かった。フェレットって飼えるんかな、飼えるか。フェレット可愛かったです。ギフトありがとうございます。ありがとう。でもなんか知識がないから、まあどの動物に対してもだけど、難しそう、飼うの。フェレットっていくらぐらいするの、相場。まあ動物飼うのってさ、もう大変なことじゃん。全然さ、楽じゃないからさ。ねえ。でもハムスターもいいよね。ハムスターでも夜カタカタカタってなるか、やめようかな。ハムスターはね、小学生の頃すっごく欲しくて、ハムスター飼ってるお友達がいたからね、近くに。だからすっごい欲しいって言ってた記憶があるな。ハムスター動物好きなんですよね。そう、でもね、爬虫類とかはダメだけど、爬虫類とかなんか外にいる系の虫とかはダメ。こんばんは。そう、だから将来動物飼いたいんだけど、そう、でもなんだかんだでね、犬が一番かわいい、やっぱり。蛇見ると足が痒くなってくる。 いや、なんか蛇見るとさ、このまま巻きつかれんのかなとか思っちゃって、うーってなっちゃう。普通になんかもうタイプじゃない、私の 私のタイプじゃない、ヘビは。だからダメ、ちょっと無理ですね。本能的なものかもしれない。もうなんか昔からダメかも、なんか苦手です多分。巻きつかれそう。こんばんは。巻きつかれて自分が動けなくなったらどうしようとかって考えちゃうとさ、もうさ、蛇見れない、無理です。50分になったら終わります。今日DM にうちの犬の写真を送りつけていいですか？もう犬ならめっちゃ見たいかも。いや、猫も可愛いよね。猫も可愛いし、犬も可愛いし。いや、動物はいいよね。いつか本当に。でも一人暮らしとか、もし本当に将来するってなっても、一人で動物飼える自信がないな。今でさえなんかね、無理そうだから。鳥、鳥？
鳥か、鳥、なんかちゃんとさ、犬とかはさ、きっとなんか自分のさ名前とか覚えてくれるじゃん。鳥とかも覚えれるのかな。呼んだら来てくれる、呼んだら来る動物を飼いたいんだけど、それによって癒されたいからさ、鳥って自分の名前覚えてくれるんかな。どうなんだろうその辺。種類による。あーなるほどね。そう、犬はね本当に可愛い、本当に可愛いです。柴犬とか飼いたいんだよね。めっちゃ可愛くない？日本って感じで日本を感じるからすごい好きなんだけどさ、柴犬。まあ、キラ君はトイプードルなんだけど、トイプードルのいいところは、まあ、人懐っこいところも多分そうなんだけど、毛が抜けないところだから、あの服とかにもつかないし、まあ、床に落ちたりもしないからさ、そこら辺考えると毛が抜けないの大事だよね。トイプードルねめっちゃ可愛いよね。ミニチュアダックス買ってます。うわー好き。なんであんなね、ミニチュアダックス可愛いよね。わかる。あれはもうね、なんであの手と足が短くてね可愛いんですかね。マジで可愛い。いとこが飼ってるミニチュアではないな。そう、トイプードルね毛抜けないんだよね。ポメラニアン、うわー、ポメラニアンもさ、もうちょっとあざとい顔してる、かわいい。こんばんは。個人的になんかミックス犬とかもかわいいなと思うけどね。ミックス、まあ、どのミックスがかわいいとかわかんないけど。猫はダメですか？いや猫も欲しいですよ。猫欲しい、可愛いなって思うけど、飼ったことないからどうなんだろうって感じ。ギフトありがとうございます。ありがとう。友達がシベリアンハスキー飼ってて、狼だった。ちょっとイケメンよねシベリアンハスキーは。いやいいよ、そういう犬もいいと思います。なんか大型犬的な犬。いやでも大型犬はさ、もうさ、こちら側がさ力がないとさ、もう飛ばされそうじゃないなんかお友達の家にさ、何ヶ月か前に行った時にさ、大型犬がさいたんだけどさ、もう突進されてこっちが倒れるところだったから、そう、なんかそれに対抗できる自分がいないとさ、ちょっとむずそうだよね。逃げちゃいそうで、避けちゃいそう、こっちに来られた時にそう、だからちょっとそれはまあこっちの問題でもあるけどね、ちょっと大変そうだよねその辺がね。だって散歩とかもなんかもうめちゃぐいぐい引っ張られそうやん、力が負けちゃいそう。いやでもけど大型犬かわいいよね。わかる、わかります、めっちゃかわいい。全部がお目目とかもね、こんな大きい、かわいいから。
いやいいな、犬いいね。ゴールデンラブラドールでも大変、結構大変。いやでも大型犬は大型犬の良さがあるわね。かわいい、いいね。いやでもそっち系の犬は絶対に優しい 絶対に優しいから好きです。かわいいです。あまり吠えません。あ、そうなんだ、それはいいポイントだね。あまり鳴かないの。いやいいね。いやー犬ね、かわいい。重いです。確かに大型犬はそうか、重たいか。抱っことかはできなさそうだな、めっちゃ頑張んないと。抱っことかしたいなら厳しいよね。小型犬とか中型犬ぐらいのにしないと。なんかどっちにも良さがありすぎてさ、むずいな。でも大型犬はなんか接したことがないからあんまり欲しい、将来なんか老後とかに欲しいかも いやでも老後に大型犬は大変かな、こっちが大変かな 老後とかに飼ってみたいけど、なんかもうお世話できなそうだからな、難しいね。こんばんは あ、散歩か、確かに散歩が大変だね。そうだね、そのこと忘れてました。無理そうだ、老後に大型犬は無理そう老後まで40年以上ある。そんなある？まあでも、まあ、45年ぐらい。いやー、あっという間、なんかまだまだ先なのか分かんないけど、そろそろ時間なので終わりたいと思います。今日もありがとうございました。また明日。ありがとうみんな、今日は電波も悪くならず無事に配信できてよかったです。ありがとうございました。また明日会いましょう。ありがとう、またね、おやすみなさい。ありがとうございました、バイバイ、またね。